はいどうもみなさんこんにちはこれから不動産鑑定士試験、えー、に論文再受験者のための最新情報と、えー、学習の指針というタイトルでまあ、えー、約三十分程度ですね、えー、ガイダンスの方を進めていきたいと思います担当はレックス専任講師の高坂ですはい、えー、ではですね <laughs> まあ今日はあの 講義ででではないので、まあ、ガガイイダンスですねガイダンスということで、えー、改めてタイトルの方が「論文三受験者のための最新情報」ですねそれから「学習の指針」というタイトルになります。はい、であの特に使う教材はありません。えー、で、えーまあ、そうですね30分、まあ、少し下回るぐらいかと思います20。20分から30分ぐらいの間を予定しています。で えー、文字通りタイトルにありますように論文再受験者のためのということでもう皆さんは、えーまあ、一応今年という言い方します2018年の本試験をもう受験済みだと思いますででちょっとやはり不、えー、本意な結果に終わってしまったという方のためにまあ一応来年という言い方をしますが2019年来年ですね、えーまあ、どのようにして学習を進めていけばいいのかと。 いう、まあ、指針ですね、えーまあ、そういったものを、えー、与えることができればと、まあ、いうふうに考えておりますであのー、内容としてはですね、えーまあ普段私が担当しています会計学の科目になります会計学ですね。はい、で、えー、会計学なんですけれども、えーまあ、これ決まってるわけではないんですが、えー、今年から2018年ですね新しい試験になりましてで通常は会計学4年 週期で先生が交代します試験員が交交代代ししまますす試験ということは、今年、2018年、今年ですね。今年、えー、新しい先生、まあ、お二人とも試験員交代されたんですが、えーまあ、皆さん、まあ、受験予定の2019年ですね。2019年も、引き続いて今年の先生と同じ先生がおそらく担当されると思います。まだ正式には発表されておりませんけれども、えー、おそらく試験員が交代するということはないと思いますので、ですから、あの、 えーまあ、今年という言い方しますが2018年の試験員がそのまま2019年度にスライドするという形になるかと思います。ということで、まあ、よく私野球が好きなんで、まあ、ピッチャーにや、まあ、野球に例えるんですがもうピッチャーは大体分かってます。まあ、確定ではないですけどねまだ確定情報ではないですが、まあ、ほぼ間違いないと思います。ですから、えー、今年の試験員と同じ試験員になるかと思います。で ピッチャーが分かっていてで1球も今年ボールは投げてるわけですね。ですから、ある程度ボールの軌道というものも予測がつきます。ただ、ちょっと皆さんに気をつけ、えー、注意を促しておきたいのは、これはまあ、私の経験でいうとですね。試験委員ってまあ、会計学が4年間、通常4年周期なんですね。4年間試験委員の期間があって2年目2年目2年目ですかね？ 2年目っていうのが一番変な問題出してきます。変な問題というのはあのまあどうしても野球に例えちゃうんですが変化球なんですよね。非常に際というのは今年2018年皆さん受験をされているかと思いますで、まあ、どういった印象をお持ちか分かりませんけれども。 えー、おそらく会計学という科目に関して言うと、まあ、レックで通常講義をあるいは当然を受けられている方はそれほど難しいという印象を受けてないと思いますで私もそうでした私も今年の問題見てああなるほどまあまあまあ普通の問題だなとで特に先の傾向そうなんですが試験員が交代した初年度、まあ、つまり今年なんですが今年は初年度っていうのはお互い手探りなんですね 受験生も試験員のことがよくわからないし試験員も受験生の,その、うん、レベルっていうか会計学どれくらい勉強してるのかがわからないつまりお互いに初めて退場する形になるのでどうしてもですねあの試験員としては普通のボールを投げてくるんですよ。あんまり変ななボール投げてこないですですから今年の問題見ると本当にこうなんかこう素直だなっていう問題出してきました。 よくどうしてもこう、えー、野球に例えちゃうんですがバッティンングセンターーのボールなんですよ今年の問題ってで,、えー、ですからおそらくですよおそらく皆さん今年受験されていて会計学という科目に関してはそれほど手こずらなかったんだろうなとむしろいわゆる教養科目というよう経済学だとか民法だとか会計学の中でいうと会計学が多分一番点取りやすかったんじゃないのかなとは思ってます。 というのは本当に素直なボールばっっかりだったんですね、まあ、一部多少ちょっとまあ難しい問題ありましたけども、まあ、えほとんどが素直な問題ですからね。で問題は来年という言い方をしますが、まあ、2019年ですね2019年はまあちょっと大雑把な言い方になりますがあのかなりひねった問題が多分出てくるだろうなということは我々は覚悟しておかないといけない。少なくとも 今年のようなバッティングセンターのボールのようにもう本当に何の変化もないもう本当になんか打ってくださいというボールを投げてくるとはちょっと思えない2年目が一番変な問題出していきますですから来年ですよ来年は結構際どい変化球投げてくるんじゃないのかなとですからあまり普段こうテキストに書いてないような内容なんだこれっていうような ちょっとそういう問題を少なくとも今年よりは増やしてくるだろうなというのは様子をつきます。ですからやっぱりそれなりにこう覚悟をしておかないといけないんだろうと思います。ですからまあ来年は、えー、今年よりは難しい問題出してくるだろうと思っています。で、要するに変まあ変な問題というかちょっと癖のあるというか変わった問題ですね。普段なかなか我々が扱わないようなテーマを出してくるんじゃないのかなっていうところはまあ私自身予想はしています。で。 えー、ただですね、あのー、鑑定士の試験というのは、まあ、大体合格者の数というのが最終的に100名ちょっとの数でこれはもう大体固定されてるんだろうと思います。ということはどういうことかというと相対評価ということは上から要するに何人という試験になる,なるわけですからみんなができなければあ皆さんもできる必要はないんですね。 ですから来年は多分私の予想だと結構変な問題出してくるんだろうなとは思いますけれどもあの極端に変な問題出してしまうとこれはもう誰もできなくなってしまうんでこれはもう埋没するんですねで鑑定士の試験って時々そういうことあります会計学でもありますですからえもう誰もこんな問題は打てないでしょうと絶対こんな問題解けないなんていう問題がたまに出ることがあるんですね でそういう問題に当たっちゃったらもう逆にも開き直っちゃった方がいいだろうと思います。ですからもう開き直ってもうどうせみんなもできないわけですからでしかもそれは表相対評価ですからね絶対評価になると、うん、まずいですけどね相対評価なわけですから周りの受験生ができなければ自分もできる必要はないと、まあ、いうことなんですよね。ということでおそらく来年はちょっと多分変な問題が 数多くく出てくるのかなと、まあ、ちょっと私は少し、まあ、ネガティブというかちょっと嫌な印象を持ってはいるんですけれどもただ一方で鑑定士の試験というのは相対評価ですから上から何人という合格者で決定されるという試験なので他の受験生ができなければできる必要もないということですね。 ということで皆さんとしてはあの多少は手を広げといた方がいいだろうとは思いますけれどもやっぱりとりあえず基本論点をしっかり覚えるということですねやっぱそこはあの普段勉強する際にいいいいたずらに細かとところままで手を広げる必要はないと思いますそうではなくてやっぱり基本的な重要度の高いテーマをしっかりと覚えるというのが普段の学習のスタイルとしてはやっぱり理想的な学習スタイルになるかと思いますんでとにかく 基本を抑えるというのはもう絶対条件ですね。でプラスアルファまあ、若干応用的なところまで少し手を広げるという形になるかと思います。で、あの基本的な論点ということでどういう論点なのかということなんですけれども一応レックでは、えー、まあ通常答案練習会まあ、答案答練ですね答練とか模擬テストっていうのをやっていきます。で 当連とか模擬テストで、まあ一応ですね重要性が高いであろうと思われる論点はどん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 皆さんの方に提供していきます。ですからあのまあもちろんテキストを読み込むということも必要なんですが、当連とかあとは必修論で総座ない講座なんていう講座もあるんですよね。まあそんなところをうまく活用していくと効率的に重要度の高い論点というものを選ぶことができる。だから皆さんが重要度が高い低いを考える必要ないんです。 それは私が考えるんですね私が重要度が高い低い、まあ、毎日ではないですけどね、まあ、毎日なんですけど、まあ、毎日に近いぐらい出てそういうことを考えるんですよ鑑定士来年何が出んんだろうううななててことはししょっちゅうしょっっちちゅゅ考えてます、まあ、当たるかどうかってそれは確かに予想ですからね、まあ、なかなか当たらない時もあるし、まあ、もちろんぴったり当たる時もある、まあ、いろんなケースがあるんですけれども我々予備校の方が予想するわけですね。 で皆さんに答案練習だとか必修論点総ざらい講座という講座を通じてここが危ないですよ大事ですよと危ないというより大事だということなんですがそういうテーマを皆さんにどん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 提供していきますですからあのどちらかというとなんて言うんでしょうねですから私が皆さんにこれ危ないよ これも危ないよ。これも危ないよ。答案練習、あるいは必修論点、操作来講座等々で皆さんに論点を紹介します。これが危ないよ。これがで、それを皆さんが事後的に復習をしていただければいいわけですね。ですから、答案練習で、まあ皆さんの答案練習のところで、まあ点数何点取ったのかとかって気にしてる人いるかもしれませんが、答案練習の得点っていうのは気にする必要はないです。 ですから私よく言ってますが答案練習は練習ですから、まあ、とりあえず事後、えー、的にフォローしてもらえれば復習してもらえれば結構ですから、えーまあ、とりあえずしっかりと皆さんはこれから答案練習を受けてそれから、まあ、必修論で総ざらい講座等を受けてえ私の方から皆さんに来年、まあ、来年という言い方しますが2019年度「これとこれとこれが大事ですよ」というテーマを皆さんに提供していきますのでそれを事後的に覚えるということです。 そして今、覚えるという言葉をまあ、強調したつもりなんですが、あの、会計学は、会計学はおそらく他の科目と大きく違って、やっぱり暗記なんです。暗記です。特に、特に、定義っていうのは私、まあ私の授業を普段からよく聞いてる方も多いかと思うんですが、定義は絶対正確に覚えといてください。で、私授業でもよく言っているんですが、 鑑定士の受験生、皆さんもちろん鑑定士の受験生なんですが鑑定士の受験生に会計学の深い理解なんか求めないですから。というのは皆さん会計のプロじゃないんで皆さんは鑑定評価です、ね、不動産の評価ですね不動産の評価のプロフェッショナルであって別に皆さん会計のプロじゃないわけですよ。 ただ皆さんが将来多分鑑定士としてお仕事をする上で会計士さんだとか税理士さんと多分いろんなこう、まあ、打ち合わせとか何だ、まあ、かなんだといろいろつながり持つケースがあるんだろうと思いますでその時に、えー、公認会計士の先生だとか税理士の先生たちと何にも会話が通じないのもちょっと具合が悪いだから最低限会話が通じるぐらいの理解があればいいんだろうということで多分会計学という科目が皆さんに課されている。 皆さんがおし、鑑定、不動産を評価するとき、私鑑定士じゃないんで、あまり具体的なことは申し上げることできないんですが、不動産を評価する上で、<laughs> まあ一部ですね、例えば減損とかっていうのは多少使うケースあるのかもしれませんけども、基本的には会計学の知識なんてまず問われることないと思いますよ。企業会計原則でどうだこうだとか、会計基準でどうだこうだなんていうのは、皆さんにとってはあまり使わない知識。でもそれは鑑定士の試験科目に入ってる。で、それはなぜかというと、皆さんが将来、 不動産鑑定士という肩書きでお仕事をする上で公認会計士や税理士の人たちともいろんな会話をするケースがある。そこでやっぱ最低限の会話を通じるようにしておけばいいんだろうと。ということで、会話を通じるようにさせないといけない。その一番根本的に問題になるのが定義なんですよ。定義っていうのは言葉の意味です。だから、定義を正確に言えないってことは、もう鑑定士としてはダメということなんですよ。だから、拝点 まあ、具体的な配点って書いてないんですけれども、定義を書いてないと。で、書いていてももうぐちゃぐちゃに書いてる受験生は多分相当評価下げられてるはずです。要するに、定義を書けないっていうことは僕勉強してませんって言ってるようなもんなんですよ。で、その人を合格させるわけはいきませんので、ですから、定義を書けないということはもう完全にアウト。定義っていうのは一番最初に勉強する内容なんです。あの、ものを説明するときに定義が一番最後に来るって普通ないですからね。 ですから、定義っていうのは一番最初に勉強する内容なんです。で、そこが書けないということは勉強してませんと同じなんです。だから合格はできません。だから、会計学の試験科目の会計学という科目を見ると、定義っていうのは一番最初の方の消耗に入ってくるはずなんですね。で、会計学はだいたい消耗に分かれて問題が作られるんですが、定義を書きなさいとか。で、これは一番最初の消耗に入ってくるんです。 だからそこでで書けないっていとうううここはもうダメですもすそからしたらダメですからもう何書いても全然先生多分読まないのでですから定義を正確に書くこれは皆さんにとってはもう,もう使命だと思っていただきたいもうこれできなかったらダメです定義を書けるということはもう最低限必要に,になりますからねただそれだけで合格できるほど甘い試験じゃないですか定義だけ書いたら先生受かるんですけど受からないです定義を書けるということは必要条件なんだけど十分条件ではないんですね ですから定義をかけるということは合格するために必要ですよ。でもそれだけで十分ではない。で、そこから、あとは、なぜというところに入ってくる、本来は。なぜこういう会計処理が必要なのか、なぜこうなるのか、本来それは学者が考える内容。 で学者が考える内容っていうのは、まあ、学説とかってまあ言ったりすることもあるわけなんですが学者が考える内容いわゆる学説ですね学説は人によって表現内容ってちょっと違っちゃうんですだからそこはいいんです多少違っても。ですから皆さんがこれから勉強する上であの、まあ、うるさいとしつこいと言われちゃうかもしれませんが定義は絶対正確に覚えてください。 これは覚えてないとダメです。それはもうどんな理由でもダメです。定義を覚えてないというのはアウト。で、定義を覚えてないのはもう最低限必要です。で、問題はそれだけで合格しますかと、それだけで合格できないです。じゃ、次のステップで今度は、なぜという、まあ、根拠付けというか理、理由付けというか、やっぱりそこが必要になってくるんですね。で、そのなぜという部分に関して言うと、まあ皆さんご自身で、まあ多少自己流表現というのは、まあまあいいです。認められます。 ですから皆さんが勉強する上で定義は正確に覚えるそしてなぜこういう会計処理が必要になるのかその「なぜ」という部分に関して言うと多少ですよあの全然自己流表現はダメですからねあの1から10までで全部自己流はダメですあの多少テキストの内容と少しずれてもそれは大丈夫ですけどねあの一番高い評価になるのは教科書通りです。 ですから変な話レックで配ってる教科書これ本試験会場に持ってて持ち込みかとかって言われるんだったら多分あの一番多分高い評価になりますよ見ながら書いていいって言うんだったらですから私主に鑑定士の受験生会計学ですよもちろん会計学という科目に関して言うと思考力じゃなくて記憶力が問われてると思ってますからですから持ち込みかにしちゃったら多分みんなテキスト見ながら書いたらこれ最高評価になりますよ でもさすがに持ち込み家にはならないですから。ですから、まあ皆さんはテキストのデータをそのまま頭の中に記憶してこないといけないです。でその作業がめんどくさいわけですね。で、たいこう、ご年配の方も結構いらっしゃる。そうすると、先生、俺さ、覚えられねえんだよな、なんて、先生、その定義覚えてくれなんて言うんだけどさ、先生、俺覚えられねえんだ、もうさ、もういい加減、もう会社もそろそろ定年でさ、もう投資なんだよな、俺覚えられねえんだよなんていうことも、やっぱりそういう声も聞くことがあるんですよね。ただ、あの、 レックではかなりもう私、まあ、51歳なんですけど私よりも上の方で受かっている方ももちろんいらっしゃいます、まあ、確かに年齢が上に来ると、まあ、ちょっとこう記憶力にこうなんていうんでしょうねか限りが見えてくるまあ分からないではないんですけれどもやっぱり、まあ、そう言ったって仕方ないです平等な条件の中で公平な条件で試験を受けるわけですからやっぱり覚えなければいけないものはもう覚えなければいけないということなんですよ。ですから 定義は覚覚ええる正確に覚えるでなぜこういう会計処理になるのかっていうのは多少ですよあの全部はダメですけどね多少自己流表現が入ってもまあそれはいいですだいたいニュアンスとしてこういうニュアンスだというんであればまあまあいいです。でそれぐらいまで書け,ることかければ書くことができれば会計学に関して言うと十分多分合格点はつくはずまあお釣りが来るぐらいになるはずですからそのあたりを目指していただきたい。ですから 論点自体はまあ、皆さん記入され、先生何が出るんですか？とかまあ、もちろんですね。私予想しますよ。やっぱこういう予備校でお仕事やってるわけですからね。ただ、えー、先に謝っておきますが、外れちゃったらごめんなさいって感じなんですが、まあ、なるべく当たるように予想はします。じゃ、やっぱり私もこれで飯を食ってるわけですから。まあ、なるべく問題が当たるように。まあ、それは私たちのやっぱり予備校としての,のお仕事の一環だと思ってますんでね。 ですから我々はもう一応来年で言いますが2019年度、まあ、こういう問題が出るんじゃないのかなということを予想しながら皆さんに答案練習の問題でそれを皆さんに披露しますから。 ですから皆さんが来年,来年向けに受ける答案練習ですね答案レックで提供もちろんレックで提供する答案練習なんですがこれは来年に向けて2019年度に2019年度に向けて私から皆さんに当てたお手紙というふうに受け止めていただければ結構です。私の方から皆さんに対してここが大事ですよこれが大事ですよというメッセージだと受け止めていただきたい。 で皆さんはそれに対してお返事を書いていただきたい。でその時に最低限やっぱりマナーとしては定ま,、うん、まあ大体定義を皆さんに書かせますからね定義は正確に書いてください。 あとそこからした、まあ、なぜこういう処理なのかとかって、まあ、少しそこから以降の内容、少し突っ込んだ内容については、まあ、多少自己流表現でも構いませんよね。で、おそらく会計学はそれぐらいで多分内容あの、もうタイムアップになると思います。皆さんは他にも経済学を勉強したり、民法を勉強したり、もちろん、官邸評価理論ですかね、一番大きな科目も勉強するわけですから、会計学だけ勉強するわけにはいかないと思うんですね。 ですからそんなに膨大な範囲を多分カバーすることはできないと思いますのであのとりあえず効率よくやっぱり勉強していかないといけないということになるはずですからあの, <coughs> 重要度の高いテーマこれは私から皆さんに提供します皆ささんは覚えてくださいそれをしっかりと覚えていただいて本番の試験で、えー、それを忠実に書いていただければ。 まあ会計学に関して言えばあの十分合格点つくだろうと思います。で例えば皆さんが自分で会計学の本を買ってくる専門書ですね基本書と呼ばれるものを自分で買ってきて細かいところまで全部覚えるそういう作業はいらないです。でそれやる時間があるんだったら他の科目勉強しておいた方が多分あの効率的ですからねそこまでやる必要はありませんのであのちなみに今年2018年ですね今年の試験問題もあの の会計学ですよもちろん今会計学の内容なんですが2018年度の問題に関してもあのレックの答案練習は結構問題当たりました別に自慢するわけでも何でもないんですけどねあの、ま、全部ですかって言われちゃうと全部ではないんですけどねまあでも結構な問題当たりましたでこれも答案練習でやったこれも答案練習でやったこれも答案練習でやったみたいな感じで結構当たりました。来年も まあ来年のことを言うと鬼に笑われちゃいますけどねあの来年もあの引き続きやっぱりなんとか問題ですねやっぱりまあぴったり、まあ、できればぴったり当たるのが理想だと思うんですけどねあのなるべくそれに近い形であの頑張って予想していきたいと思ってますんでレックの答案練習それから必修論点総ざらい講座その辺りのところをしっかりと勉強してもらえればあの今年とは違う結果になるはずです。ですから あのちょっと少し会計学と話は変わっちちゃゃうんでですす勘違いしちゃダメですよあの皆さんひょっとしたら勘違いしてるとあれですけど受験年数って伸ばせば伸ばすほど学力レベル上がるっていうのは全然違いますからねあの逆の人いますから全然珍しくないですあの1年目が一番点数が高くて2年目以降がどん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 成績下がる人いますよ。 あの何を根拠にそういうことを言ってるのかあれなの分からないですけど1年目より2年目2年目より3年目学力レベルが上がるなんていうあの根拠はないですあのむしろ1年目の方が一番高かったりしますから模擬テストでもあの。安心してるとすぐに1年,目の1年目の人に抜かれてっちゃったりしますので,で特にあのレックでは一発合格という快挙、ままあ、ですかね快挙を、えー、成し遂げてる方も例年あの毎年何人か出てます。 今年年も出てます2018年でも一発で受かったという人出てますですからうまく切り抜けてしまえば一発で受かるということは決して不可能な試験ではないんだろうとは思いますもちろん大変ですよもちろん大変なんですが一発で受かるということは決して不可能ではないだから一回皆さんはリセットしちゃった方がいいかもしれませんもう一回リセットしてリスタートということで一つ一つもう一回積み重ねていくおそらく やっぱり不本意な結果に終わってる方はいろんなところに穴って開いてるはずなんですよ。ですからもう一回一からリスタートするような感覚でしっかりと積み重ねていけばあの2019年度はあの十分に合格できるはずですしまた合格をしていただきたい。今年と同じことやっててもダメですからそれは今年と同じ結果になっちゃいますね。今年と同じことではなくてあの今年と違うスタイルにしないといけないですよね。 おそらくですよ会計学に関して言うと多分不本意な結果に終わってしまっている人は「先生時間なくてこの答案やってなかったね答案練習の問題やってなかったよね」っった先生時間なくてさこれ,これやってなかったね」大概そんなことになっちゃうこれもやってないこっちもやってないこれもやってないいろんなところに穴が開いちゃってたんでどうしても不本意な結果になってしまう合格者って穴作らないですからですから。 えー、来年、まあ、皆さんに向けてたくさん答案練習あるいは、うん、必修論点総ら来講座の授業ですね答案練習だとか授業の方をやっていきますしねえそこで取り扱っている問題そこを一つ一つ丁寧に積み重ねていくそうすればあの少なくとも会計学に関して言うとそんなに手ごわい相手じゃないですから普通にやってれば取れるはず、ね、しっかりと勉強を続けていただきたいということですね まあそれぐらいです。私から皆さんに言いたいのは。ですから、えー、改めてあの、まずは、<coughs> 会計学、まあ、来年ですね。来年は、ちょっと難しい問題が出るだろうなということは、我々は予想しています。皆さんも予想しておいてください。まあ、予想というか、まあ、覚悟ですね。今年よりは難しい問題出ると思います。で、場合によっちゃはですね、なんだこれっていう問題が出てくる可能性すらあると思っています。なんだこれっていう。 でもなんだこれっていう問題が出ちゃったら多分これは全受験生がなんだこれって思ってますから相対評価なんでできなくても気にする必要はないということなんでまああまり気にすることはないですね。ということはやっぱり基本論点で決まります。基本論点ができききるるるかできないかででなない合否がやっぱり大きく左右されることとになるだろうとで基本論点って何かって言ったら私が皆さんに提供しますからそれが基本論点だと思っといてください。 ですから「答案練習」だとか「必修論点総ざらい講座」という講座の中で皆さんにこれが大事ですよこれも大事ですよこれが基本論点です。ですからそこを効率よくしっかりと、まあ、まあ人によって覚え方はいろいろですけどねマーカーつけたり、まあ、カードにしたり、まあ、どういうやり方でもいいですけれどもあのとにかくしっかりと覚えるということなるべく自己流表現は使わない特に定義はダメです定義自己流表現ダメですからですからあの定義は正確に覚えて まあ定義以降ですね、まあ、それ以降はまあ多少自己流表現でも構わないですけどねそういうスタイルでやっていくとそんなに分量って多くないはずですからでそれでもまだ時間があるんだったら他の科目やっといた方がいいですけどね他の科目との、えー、総合力でやっぱり合否が決まりますんでね、えー、会計学、まあ、来年はですね、えー、今年とは違う結果にうんしていただきたいですしまたしなければいけないんだろうと思ってますので、ね、そのためには丁寧に論点を潰していく。 穴を作らない先生時間ないからこれできなかったんでよ先生これ時間ないからこれできなかったんでよそれはダメです必ずレックから出されているまあ答案練習、えー、必修論点総ざらい講座やっぱり一通りはやっといた方がいいです特にもう皆さん基準研制という立場になりますんでね基準研制という立場であれば来年は今年と違う結果を出さなければいけないわけですからであればやっぱり 穴を作らずに一通り論点を潰していくということがあの皆さんに求められるはずですからねしっかりと勉強はしておいていただきたい。であとは会計学なんですけれどもねあのもちろん毎日勉強することは難しいと思うんですがこれは他の科目もそうだと思うんですけどねなぜかっていうとあの 会計学だけではないんですが、私、鑑定士の試験ですね。もちろん、私自身受験経験ないんですが、会計とか経済とか民法とか鑑定評価理論、まあ、いわゆる論文の4科目、全部バラバラなんですね。ほとんど中身被らないんですよ。で、私、皆さん受験生に言ってるんですが、い、いわば、4カ国語を同時に勉強してるような感じだと思います。ですから、日本語とフランス語とドイツ語と中国語みたいな。みんな言語としてバラバラなんですね。 それを皆さん同時にやるから分からなくなっちゃうんですよね。ぐちゃぐちゃになっちゃうんです。私、もうこの年では恥ずかしいんですが、まだ子供ちっちゃいんですよねで。やっと言葉喋れるようになってきた。まだ3歳、4歳ぐらいです。まあ少しずつ言葉、もう4歳は言葉喋れるんですけどね。その状況に持っていかないといけない。要するに皆さんってまだまだ言葉の使い方全然慣れてないんで。で、その状況から少しずつ言葉の使い方に慣れるように。で、それはもうトレーニングしかないんですよ。 だからどうするかというとうちの子供なんかもそうなんですが全然意味わかんなくても言葉として親の言葉を真似してるだけなんですねだから親が変な言葉遣いするとだいたい子供も真似するんであまり変な言葉遣いできないんですけどね親の言葉遣いを子供で真似するんですねでそれでいいんですそれでいいんですですから皆さんもあの私から皆さんの方にまあ普段講義だとか東亜年始の解説の際にこういう話ですよこれこれこういう内容ですよと でそれれれを真似してくれればいいんですよ。そうするとだん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 言葉っていうのは最初は分かんないんですよ意味は最初は意味は分からなくてもだん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 意味理解できるようになってきますそのうち。でそれはあの一朝一夕にそんな実力には身につかないのでだからあの我慢ですね我慢も必要です。 簡単には理解できないですからねですから毎日、まあ、毎日はちょっとあれですけどね、まあ、数日に一遍ぐらいでもいいですからなるべく会計学に触れる頻度を高めていって言葉としてあのだんだん理解できるようにしておいていただきたいですから会計学という科目は答案練習それから必修論点総ざらい講座そのあたりの教材を常に携帯していただいて。 で、それをとにかくペラ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 ,ペラめくりながらまあ、言葉にするなら言葉にしていただいてもいいのかもしれません。とにかく言葉と言,言語としてこう。自分でこう、えー、理解しながら喋れるようになるまでトレーニングが必要になりますんでね。ですから、答案練習必修論点総ざらい講座。 そのあたりの教材を常に、まあ、お仕事に持っていくのはちょっと難しいのかもしれませんけどね、常に携帯する形で、いつもいつもこう喋りながらトレーニングを続ける。まあ、毎日は無理なんでしょうけどね。そうすると、少しずつ会計学という学問に慣れてきますので、だんだんできるようになります。で あのしつこいようですが定義は絶対正確に覚えないといけないんですがいきなりは無理ですよいきなり正確に覚えるというのは無理ですから少しずつ精度を上げていただきたいで最初はて少し、うん、適当な形で覚えてもいいんですけどもだん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 精度を上げていくということそして本番の試験ではきちんと定義をかけるという状況に持っていかないといけないのであのいきなり高い精度で覚えようとすると分からなくなっちゃいますんであの最初は少し大雑把な覚え方でもいいんだろうと思います。 ただ本番がおそらく8月の試験ですから8月の試験までには定義は正確に覚えるということですね、はい。まあ私の方から皆さんにお話をしたいのはそれぐらいです。まだ試験員もまだ正式には発表されていないんですが多分今年と同じ試験員になるはずですからね。えー、私はもう毎日予想します。えー、どんな問題出るんだろうなと。それを皆さんに提供しますので皆さんはしっかりそれを覚えていただいて。 とにかく覚えるどうしてもやっぱり暗記ていうのはつまんないですからでもそれはつまんないって言われちゃうともう話が終わっちゃいますんでねつまんなくても面白くてもとにかくもうやるしかないので来年はまた今年と違う結果を出せるように、えー、日々ですね、えー、学習していただければと思います。 はい、ということで、えー、今回の、えー、私の方からの、まあ、会計学という科目についてということになりますけれども、えー、ガイダンスについてはここまでということにしておきたいと思います。どうもお疲れ様でした